よし、できた。鏡を見てみて。これが自分ですか。ハンドレッドノート。サッカー部の手伝いを頼まれたから来たけど、なんで誰もいないんだろう。まだ試合が始まってないのかな。ねえねえ、君たちってこの高校の生徒だよね。そうですけど、誰ですか。他校の生徒みたいだけど。もしかして練習試合の相手とか。そうそう、そんな感じ。手伝ってほしいって頼まれたんだ。自分は運動なんて絶対無理なんですけど。やる前から諦めるな。助っ人で呼ばれたからには全力を尽くすべきだろう。これだから脳筋ゴリラは。なんか喧嘩始まっちゃった。やっと見つけた。こんなところで何やってるの。助っ人お願いしたのに。サッカー部ですよね。サッカー。いやいや、お願いしたのはSNS にアップする返信企画の手伝いだよ。生配信を通じて学校の PR を？顔出しはしなくていいけど、配信を手伝ってほしいんだ。つまり、頼まれた内容を聞き間違えてたってこと？そんなはずは。遅い！こっちはもう準備バッチリなのに、先輩待たせるとかありえないから。すみません、勘違いしてて。インフルエンサーの古江先輩だよ。獅子原くんは女子力が高くてメイクも得意って噂だったから、変身企画で二人が対決する様子を動画にしようと思ってたんだ。そんなの初めて聞きましたよ。なんか女子力高い男子がいるって聞いてたけど、見込み違いか。こんなダサい子が誰かを変身させるなんて無理っしょ。こんなのうちの勝ちに決まってるじゃんね、3位。すごい。わあ。ちなみにこれが化粧前の顔。こんなに変わるんですか。化粧前と全然違うな。頼む、人助けだと思って出てほしい。相手がいなきゃ企画倒れになっちゃうし。助けてあげたいけど。僕らあの人みたいにメイク道具なんて持ってないよ。でもソータならきっと。普段持ち歩いてるものならいくつかあるよ。リップバームでしょ、ヘアアイロンにスプレー。さすがソータ。あとは誰を変身させるかだね。ユイトにしたら、いっつも顔色悪いし、変身したら映えるんじゃない。ひどっ。よろしくね。それじゃあ配信始めるからね、スタート。ポットタオルで温めたらだいぶ顔色が良くなったね。なんか唇もツヤツヤになってない。リップバームでパックしたんだ。あとは痛い。顔のむくみを取るリンパマッサージだよ。ユイとすごい顔。あ、そこのヘアアイロンを温めておいてくれない。わかった。温度はどれくらいに設定すればいい。165度かな。よし、できた。鏡を見てみて。これが自分ですか。いいじゃん、ユイト。ずいぶん雰囲気が変わったな。さっきは死人のような顔色だったが。一言余計ですよ。わあ、コメント欄もかっこよくなった、ナチュラルなのが逆にいいったって、すごいよソータ。盛り上がってるな。いいね。このままじゃ負けちゃうじゃん。うちはインフルエンサーなのに。古江ちゃん。どうしたのゆりか。いきなり変なコメントがたくさん。どれどれ。うわ、今すぐ引っ込め、大したことない。なんだこれは。ちょっと一回配信止めよう。別に止めなくてよかったのに。つまり勝負ありってことじゃない。そんな、こんなのおかしいよ。いきなりアンチコメントが増えるなんて変だ。ちょっといいですか。何よ。今大量のアンチコメントを流したのって三位さんですよね。そんなわけないじゃない。つうか、なんであんたにそんなことわかんのよ。プロバイダの情報から発信者を特定したので。うちのユイトはハッキングが得意なんだよね。あとさ、助っ人を頼むときに偽の情報を流したのも君だよね。そうだったんですか。違う、僕は何もやってない。諦めろ、すべて調査済みだ。もう少し証拠を見せた方がいいですか。
そうだ、やったのは僕だよ。どうしてそんなことを。それはどうしても古江ちゃんを勝たせたかったから。うちはそんなこと頼んでない。最初はこいつら何の準備もせず対決に来るなんてやる気なさすぎって思ってた。でも違った。ちゃんとスキンケアとかメイクの知識もあったし、真面目にうちと勝負しようとしてた。古江ちゃん、こんなやり方で勝っても意味ない。自分なりに一生懸命やってる人だったんだね。うん。皆さんごめんなさい。うちからも謝らせてごめんなさい。いいよ、その代わり次は正々堂々勝負しよう。ええ、望むところよ。じゃあこれで仲直りってことで配信再開しよっか。こうして配信は大盛況で終わりました。バッチリだよ、お疲れ様。あの、協力してくれてありがとう。って、もういない？帰っちゃったのかな。お礼を言おうと思ったのに、後で伝えてもらえますか？え？いや、僕はあの人たちの連絡先なんて知らないよ。君たちの友達じゃなかったの？え？違いますけど。じゃあ、一体どうして？サンイ先輩が古江先輩を人気にするため、いろいろな裏工作をしているから、なんとかしてほしい。結局、この依頼をしてきたのってどの人だったんですか？知らない。匿名希望だったし。あの中にはいなかった可能性があるな。誰も俺たちのことを知らなそうだった。ま、依頼は完了したんだからいいじゃん。ソータ君とユリカちゃんだっけ？あの二人のおかげで綺麗に収まったね。あのテク、自分も習得したいです。推しに会うときはコンディションを完璧にしたいので。お前はそればっかりだな。また教えてもらったらいいんじゃない。自分と一緒にネストをしていきましょう。いや、僕らの宣伝しろって。二人ともうるさいぞ。チャンネル登録と高評価もよろしく。